こんにちは、バーバです。今日はこのお花の形をした可愛らしい器の作り方をご紹介します。飴などのちょっとしたお菓子や小物を入れるのにぴったりの可愛らしい箱です。折り紙1枚で簡単に作ることができます。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まず色の面を上にした状態で縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。次は白の面を上にこのような向きで置いて、今度は三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。そして次は白の面を上にした状態で4つの角をそれぞれ中心に合わせております。ここまで折れたら、次は左右の角と上の角をそれぞれ下の角に合わせるように折りたたんでいきます。このように右の角、左の角を下の角に寄せるように折ってきて、そして上の角をそのままこのように下の角に合わせるように折ります。今ついている折り目のまま折ってくると自然とこのように折りたたむことができます。今このように下の角がこのように開いていて、上に閉じている角が来るように置いています。次は下の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせております。このように折ったら、ここの上の縁がこの横の折り目に合うようにこのように折り下げて折り筋をつけます。こちらも同じように上の縁がここの横の折り目に合うようにこのように角を折り下げます。折り筋をつけたら今折った部分を一度開いて、そしてこの角を折り筋通りにこのように真上に立ち上げて、この中を開くようにして、この中に指を入れるようにしながらこのように広げて折ります。こちらも同じように角を折り筋のまま上に立ち上げて、中をこのように広げてこのように折ります。折り筋をしっかりつけたら今折ったこの部分を一度開いておきます。
裏返してこちらの面も今と同じように折っていきます。下の縁を中心に合わせて折って、上の折り目と横の折り目が合うように角を折り下げて、一度開いて立ち上げてからこのように広げております。ここまで折れたら今折った部分は開きます。そして今下に集まっている角をもう一度全部このように広げます。そうすると折り紙の4つの角が中心に集まったこの状態まで今広がっています。そして中心に集まっている角の一つをこのようにまず広げて、折り筋が今ここにたくさんついていますが、まずこの斜めの折り筋のところから中心にまっすぐ伸びるこの縦の線、この折り筋とこの斜めの折り筋、ここにある斜めの折り筋、今ペンで印をつけましたが、印をつけた折り筋の部分だけこれから折っていきます。まずこの縦の折り筋が山折りになって、そしてこの短い斜めの折り筋が谷折りになるように、このように折りたたみます。折り筋がついている今ペンで印をつけたところだけを折るイメージで、そしてこのように折りたたんだら、折りたたんだ部分が動かないように一度片方の指で押さえておきます。そしてこの側面を次は見て、そうするとここにこのように斜めに折り筋が入っています。ちょっとペンで印をつけてみると、このように斜めの折り筋が入っていますが、この斜めの折り筋が山折りになるように折り筋通りにこのように内側に折って、そしてこの折り下がってきたこの角の部分は外側のこの側面の角のところとぴったり沿うようにこのように折っていきます。これで花の器のこの一つの側面が今出来上がってきた感じです。残り3箇所も同じように折っていきます。まず中心にある角を上にこのように広げるようにして、この斜めの折り筋のところから伸びるこの中心の縦の折り筋とその横のこの斜めの折り筋、この折り筋だけを折るようにまず中心の折り筋が山折り、この折り筋が谷折りになるようにこのように
折りたたんで、今折りたたんだ部分を軽く押さえておきながら、側面のこの斜めの折り筋が折り筋通りに山折りになるように、このように折って、内側に折り込まれたこの部分は側面のここにしっかり沿うように形を整えておきます。残り2箇所も同じように折っていきます。すでに折り筋がついているので、その折り筋通りに今折りたたんでいっているので、特に難しくなく折ることができると思います。折り筋に逆らわずに折っていけば、割とスッスッと折っていくことができます。はい、このように4箇所とも折れました。最後に全体的に形を整えて仕上げていきます。内側からこの4箇所の角をこのように上から押さえるようにして、そこがきれいに正方形になるように形が整ったら、これでお花の形の器の完成です。これで完成にして大丈夫ですが、最初に見本でお見せしたように、このように先端の角にカールをつけるとちょっと可愛らしい形になってきます。鉛筆のようなこのような丸いものを用意して、この先端の角をくるくるっと巻きつけるようにして、このように丸い癖をつけていきます。このカールはお好みでつけてみてください。そしてこのようにいろいろな柄の折り紙を使って作ることで、個性的で可愛らしいお花の箱に仕上がってきます。このように飴を入れたり、ちょっとした小物などを入れたり、ぜひこの可愛い花の器活用してみてください。